はい、どうも、ユッキーです。今回は、タバコ、喫煙動画。今回、じゃーん。レアなタバコ入手しました。中華。嫌な予感しかしねえ。これはですね、セブンイレブンの、とあるセブンイレブンに、あれ?と思って、レジで並んでたら、あれなんだあの赤いの。見たことない。ピカピカしてる。これがね、600円で売ってたんですよ。タールが12ミリ、ニコチンが 1.0 ミリ。あ、ちなみにもう言っちゃいますけど、上野駅のあたりの、セブンイレブン、に売ってました。これ読めないこれ、何これ。あ、裏こんな感じになってます。なんだこれ?トーテンポールか?あーなんかトーテンポールくせえ、なんか。あー。これが俺未だに見たこともないね。いや、知ってるんですよ。存在は知ってたんです。ただ売ってるところ初めて見ましたね。タバコ屋でも絶対売ってないですよ、こんな。ガチのタバコ屋でも。売ってないですよ。確か。いや、ごめん。売ってたとしても俺、中国でしょ?だから俺、吸いたくもなかったんだよ。まあ、ええわ。まあ、実験だ、俺。吸わなきゃわからん。うまいかどうかは、吸わなきゃわかんねえから。見た感じが、こんな感じで、ちょっと、ここに、トーテンポールの絵と、中華って書いてあって、トーテンポールの絵がありますね。こんな感じ。あ、ちょっと酸味がある。酸味じゃないです。酸っぱい香りがする。いや、吸ってみましょう。これ、賞味期限大丈夫だろうな。わからん。で、ここにね、マークが変なマークって言ってます。これもキラキラ光ってます。なんだこれ。いやでもどっかで吸ったことあるような香りするな。どっかで吸ったような味っすね。いや別に全然まずくはないんですよ。いやむしろ600円で変えたことに、むしろ驚いてます。なんかこういうのってなんかレア感があるんで、なんか、高いんじゃねえかな、みたいな、感じはあるんですよ。これ、いくらするんだ、これ。いくらするんじゃ中華。タバコ。うわ!ネットショップだとこれ1050円もする。うへぇ!中国製売り上げ、中国の売り上げナンバーワンブランドだって。ボックスタイプよりハイグレード。あ、これソフトタイプだ。これボックスですけど、ソフトタイプがあるんだ。あ、ソフトが1050円。で、この、ボックスタイプが600円ですね。あ、同じだ、これ。ボックスタイプよりハイグレードって書いてある。タールが12ミリのニコチンが 1.1。これをか、ニコチンが 0.1 ミリ。増えてるやつがソフトパック。で、このボックスタイプは、
以前日本でも販売されていましたが、高まる需要を受けて復活。だって。で、関係ないんですけど、そのセブンイレブンの店員が、多分中国人です。うん。喋り方で。うん。まあ、見た感じもそうだ。あー、これか。そうや、昔吸ったわ、俺、中南海ってやつ。中南海はハーブタバコっぽいんだよな、なんかな。そう、肝臓エキス。これ吸ったことあるんですよ。中南海ってやつね。ほほー。ほほほほー。あ、販売店限定だって、嘘！これコンビニで売ってたぞ。マジで？販売店限定だって。ひえー、あれなんであれ、上の、あ、そっか。上のアメ横があるから、中国人とかいっぱいいるから、それでセブンイレブン、あれ売ってたんかな、これな。中華ボックスは、国宴とも称される中国で最も有名な高級タバコ。あ、高級タバコなんだ。へえ。まあ、どこやったっけな。まあ、日本よか、タバコ基本的に高いんですよね。外国だと。だけど、安い国もいっぱいまあ、そこそこあるんですよね。だから今日本だとだいたい500円とかでしょ。日本は全然安い部類らしいですね。うん。1951年発売という歴史があり、中国ナンバーワンブランド、バージニアタイプのキツミ。どっかで吸ったことあるんだよな。なんと言ったらいいんでしょうか。全然わからん。例えがわからんけど。まあ、でもどっかしらで吸ったような香りするね。香りとか味するね。まあ、600円でこの味で、だったら買うことは俺しないです。うん。うん。ただ、一発目で、どんなタバコかって言って、売ってないですよ、こんなん、普通に。多分。有名なタバコ店とかで売ってないんで。まあ、600円だったら、まあ、ちょっと試してみるか、みたいな。というか、まあ、記念みたいな感じ。もう、ピカピカ光ってるしね。こんなタバコ、キラキラ光ってるタバコの箱、初めて見たわ。すげえな。ピッカピカや。まあ、一回ぐらい吸ってもいいかもわからない。で、そのソフトパックが、もう、が値段1050円なんで、これはちょっときついな。これ1050円はちょっと出すか出さないかで、何がハイグレードかもわからない。格上ですって書いてある。ハイグレードですって書いてあるんですよ。これよくハイグレードですって書いてあるんですけど、何がハイグレードなのかも一切書いてないんですよ。そこがわけがわからない。意味がわからない。ああ、有名なパンダね。タバコでパンダっていうタバコがあるぞ、中国の。これがすげえうめえらしいっていう話聞いたの、これ吸ったことない。タバコ。これ吸ったことないと思うんだよな。てかもうそもそもほぼ売ってないというか、どこで売ってんのかも謎ですね。売ってるとこ知らないです。僕は。あ、免税店で売ってるって。はぁ、あ。ほほー。たけぇ。成田空港で、ワンカートン5パック入りだって。普通ワンカートン10パック入りですよ。なぜか5パックで値段が4300円。
4300円 ?5 パックで4300円ってことは、1パック880だから、850円ぐらいね。850円ぐらい。でもこれすげえうめえらしいんですよ、確か。どっかで聞いたことある。うん。中国タバコのパンダはタールが11のニコチンが 1.1。これ免税店限定ですね。うん。まあ、吸いたければ、どっか行くしか、旅行するしかねえな。くそ、旅行するしかねえな。国外で行くしかねえな。国外行く。いや、国外、他にもあるんですよ。ANA 限定とかの、その、免税店限定のやつで、俺が吸いたいラッキーストライクとかの、免税店限定商品とかもいっぱいあるんで。うわぁ、きついなぁ、それは。これはちょっときついっしょ。さすがに。さすがにきついっしょ。それ目当てで、まあ、金がないんでね。とりあえず。金あったら絶対行くんですよ。普通に。ガラパゴス諸島とか、行きたいとこいっぱいあるんで。海外で。行きたいとこいっぱいあるんで。マジ。まあ、ヌーディストビーチも確実に行きたいですね。死ぬまでに一回、絶対行きたいですね、あそこ。単純に下心で、単純に行きたいですね。うわ。まず。うわ、これまずいな、このバナナオレすっげえまずいな。まあでも、一回でもいいからパンダはちょっと知ってみたいですね。誰だったかな、レビューしてた。パンダ。忘れたけど。昔なんか誰かが、レビューしてましたね。パンダ。で、すげえうめえって言ってたのは覚えてまあ、そもそも中国人と日本人じゃ絶対味覚が違うんで、まあ、中国で一番売れてるってことは、これがやっぱ、この味が、売れてる、合うってことですよね。まあ、言うてもだって外国のタバコなんて腐るほどあるし、ねえ、ねえ、それこそもうラッキーストライプとかさ、ねえ、全部あれ、海外でしょ？マルボロとかさ、全部海外じゃん。でも、全然風味としてはかなり、なんか、そこまで特徴的な風味がするとかでもないんですよね、全然。これ買うことはないですね、もう。二度とないでしょ。まあでも600円ですから、普通のタバコの100円プラスで、ちょっとこう、吸ってみたい。っていう人がいたら、買った方がいいんじゃないですか。ただ、全くもって特徴的な味はほぼ皆無です。ガラムとかレベルのスーパーの特徴的なタバコではないんで。あ、これ買うんだったら確実にガラム買いますね。俺の大好きなガラムメンソールを。インドネシアのタバコね。
海外のタバコでやっぱ一番うめえのって言ったら、ガラムメンソール。即決で答えるわ。速攻で。うわ、まずこれ。これまずいな。びっくりするぐらいまずい。いや、これがまずいんですよ、これが。こっちは別にまずくもないし、まあ、うまくもないんだけど、まずくもない。うん。そうですね。海外のタバコだったらやっぱり、ね、それこそもうラッキーストライクとか、ラークとか、まあラッキーストライクか JPS か、マルボロか、うん。その他で吸いたいのったら、ダビドフマグナムとかね。前吸いましたけど、そこそこ美味しかったんですけど、やっぱ高いけど。あと、ウエストとか。コスパで言うならウエストとかね。うん。ウエストのアイスフレッシュエイト。ああ、それ、これも買ったことないな、ダンヒル。ダンヒルっていうタバコ、それ一回も吸ったことないかもしれない。あ、一番まずかった、海外で恐ろしいほどまずかったのが、コイーバ。ね、有名な、コイーバっていう、やつ、昔買って吸ってみたらとんでもなくまずくて、なんだこのうんこのタバコは、と思った。うんこ味のタバコは、初めて吸った。コイーバがね、タール10ミリ、ニコチン 0.6、値段が550円。キューバ産のハマキバを 100% 使用したシガーフレーバーのタバコです。ハバナバと独特の香りとコクを手軽に楽しめます。製造量が少ないため、幻のタバコと呼ばれています。生産国はスペイン。まあ、幻のタバコだろうが何だろうが別に、まずけりゃもう、それはいらない。二度と吸いたくもない、こんな。これが一番まずかったね。今まで吸ったタバコの中で最強にまずかったの。あともう一つなんだっけ、ハーブタバコのちょうちょっていうか、ガーみたいなのが、描かれてるやつね。あれはね、確かタールとニコチンがないんですよ。タバコの葉じゃなくて、ハーブの葉っぱだからないってやつ。でも、少なくともね、あれよかまずいです。コイーバは。とんでもないまずさ。恐ろしい。恐ろしいほどまずい。ここまでまずいの珍しい。恐ろしくまずいな、これ。本当に。もう売ってんじゃないか、変なガーみたいなタバコ。ガがついてるタバコ。あれ一般的にまずいって言われてるんですけど、ハーブタバコで、これエクスタシーね。エクスタシー。ニコチンゼロのタバコ。あ、タールが18ミリなんだけど、ニコチンがゼロ。ハーブだけを使ったタバコです。味はダメな人は吐くくらいにダメだ。書いてある。これはね、確かに癖があったんですけど、ハーブのタバコっていうことを考えると、ハーブっていう
反動が。あ、これハーブだわーっていう感じ。もう恋バはもううんこのあの味、うんこの香りとうんこの味なんでとんでもない。すべて捨ててもいいレベルの、あの、捨てたんじゃなかったか。多分これ、2、3本捨てたんじゃなかったかな。覚えてない。もしくはあの、燃やしたか。うん。ということで、まあ、これは買う価値はあるかないかで言ったらないんですけど、まあ、ないね。ないんだけど、まあ、こんなキラキラしてる箱が珍しいっちゃ珍しい。そういう意味でいくと、まあ、そこら辺を、合わせると、まあ、三つ星ぐらいだな。うん。ご視聴ありがとうございました。